狼殿、よくぞ参られました。かつてアシナに竜害が広まったことがあったといいます。その時は治すことがかなわず、助かるものはなかったそうです。そうか。我が師道元の杭、わずかでも晴らせたのならばよいのですが、狼とほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の不死立ち、どうか叶えて差し上げてください。狼殿、ほんのすみ九郎様。ではまた。狼、ご無事で何より。フクロウは切りました。すまぬ九郎様。すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。はい、これでまた一つ源の光に近づきました。ああ、そうだな、狼よ。戻ったか、狼よ。はい、九郎様に預かり物がございます。預かり物？これを。これは米か。はい、先方寺の巫女が九郎様にと。そうか、それはありがたい。良き米と見える。実にツヤツヤしておる。噛むとはもうございます。噛む？狼よ、米は炊いて食べた方がうまいぞ。は、うん。そなた、甘いものは好きか？何でも食べまする。ならば嫌いではないのだな。よし、そなたに良いものを作ってやろう。良いものとは？それはお楽しみじゃ。いただいたお米で。良いものとは？光輝を放つ石が祀られた村が芦名の底にあるか。月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、底の知れぬ深い穴があると聞いたことがある。もしやその先が芦名の底か。だが身を投げるとは一体。わかりません。うん、思い当たる場所が。は、光輝月、そ、もし、だが。わかり。思い、は、行くか、狼よ。頼んだぞ。は。あと少しだ。うん。なすべきことはなすまでだ。いただいたお米で。よい。行くか、狼よ。は。狼殿。狼本ミクロス。ではまた。Yeah.
待っておったぞ、狼よ。さあ、手を出すがよい。は。これは。おはぎじゃ。先方寺の巫女殿にいただいたお米で、こさえたのだぞ。さあ、遠慮はいらぬ、食うてみよ。いただいたお米でこ、さあ、行くか、狼よ。はっ。そなた、隠れて食う気だな。まあ、それもよし。いただいたお米、さあ、行くか、狼よ。はっ。そうであろう。狼よ。うもうございました。であろう。幼き頃から菓子を作るのが好きでな。平田のお屋敷でもよく炊事場に入り込んでいたものだ。いずれ、いとまができたら茶屋でも開くかのう。巫女様、この材料を手に入れました。おお、それが源の香の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。狼よ、ようやく叶うな。これできっと源の好機を抱きしめることができるだろう。さあ、香炉に集めたものをくべてくれ。御意。なすべきことをなさねば。ん？巫女様がそうおっしゃっていた。おそらく何か秘められている。そう。どうした？タケル様の記録に解釈という言葉がありました。ああ。おそらく解釈とは、龍吟の巫女の命とともにその節を断ち切ること。何だと？このまま節立ちの道を歩まれるならば、不思議で九郎様。巫女様のお命を絶たねばならぬ。
不死立ちこそが九郎様の望み。それは承知しています。ですが、狼殿、九郎様を殺さぬ道がないものでしょうか。流因は常ならぬ力、そのような道もあるやもしれぬ。ならば、狼殿、九郎様を殺さぬ道、それを共に探ってはいただけませぬか。巫女様は死なせぬ。ありがとうございます。手がかりを探らねばな。はい、うん、そうか。巴殿の、狼殿、私に一つ心当たりがあります。調べを進め、分かったことがあればお伝えしましょう。ああ、それからこのこと、巫女様には伏せておく。はい。狼殿、九郎様を殺さぬ道、その手がかりをつかみました。これを。人返り。はい、ここには書かれています。流因を断ち、人に返す道があると。そのためには床桜の花がいるようです。以前お伝えした通り、床桜とはタケル様が戦況より持ってこられた桜です。ですが、何者かが枝を倒り、花を持ち去り、床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。木そのものがない。当然に床桜の花もないか。はい。ですが、持ち去られた枝には花がついていた。それが見つかれば、あるいは。床桜の枝とはこれか。父が持っていたのだ。フクロウ殿が。ですが、花はもうないようですね。どうした？いえ、床桜があった頃のことを思い出そうとしているのですが、どうも記憶がおぼろげなのです。お二人のお墓を。何？床桜の後にあるタケル様と巴殿のお墓を参ってみようと思います。何か思い出せるかもしれません。人帰りには床桜の花と不思議りが必要です。私はタケル様とトンポコザ時不思議り、確かに探ってみ。九郎様、竜磯子、ただ人とし、それを願う。九郎様はずっと竜院の巫女であることに縛られておいででした。そこから解き放たれ、ただ人として生きていただきたい。それを願うばかりです。狼殿、you
時に赤狼、お主と九郎の不死立ちの戦、つばぎわのようじゃな。不死立ちの戦を阻む者、切ったか。切りました。そうか、迷わずよう切った。行くか。では。Thank you.
道はない深田じゃ。爺様が倒れちまったら一気に負け戦じゃろうて。しかしちゃんと銭は出るのかのう。逃げるにしても財布が軽くてだな。そのような道しか。おい。狼殿、いらしていたのですね。何か思い出せたか。いいえ、あいにく何も。何もか。はい、思い出せずすみません。私の古い友ならばその頃の何か覚えているかもしれません。あれ寺で少女と会ってきます。少女、武士殿の古い名です。あの頃私と源一郎殿はよくここを訪れていた。床桜の下でタケル様が笛を吹かれ、巴殿が回れる、それを見るのがたまらなく好きだった。私の古い友ならばその頃のこと何か覚えているかもしれません。あれ寺で少女と会ってきます。
よう旦那、また商いが。じゃあな旦那。仕立ちをなすためにも苦労したのか、あの方、そのいずれかも死なねばならぬ。なぜそのような道しかないのか。だからそいつを隠すのか。だって少女、これを渡せばきっとあの人死んでしまう。私だ、九郎様と、その意味、なぜその、だから、だってこれを渡す。狼殿、いらしたのですね。武士殿からは何か聞けたか。いいえ、これといって、人帰りについて。何か別の手がかりを探さねばなりません。いずれかが死なねばならぬ。それはどういうことだ。聞いていたのですか。教えてくれ。私は見たのです。あの日、床桜の木の下で、巴殿が自刃されようとしたのを。なぜ自刃など。巴殿はこう言っていました。流飲の血を受けた節はその主を縛ると。人帰りのためには流飲の血を受けた者が死なねばならぬか。はい、その通りです。だが人帰りもならなかった。はい、不思議がなかったためでしょう。私は九郎様を、そしてあなたも失いたくはない。どの道も行き止まりなのです。何を隠している。それも聞いてしまったのですね。教えてくれ。なすべきことをなす。巫女様と同じようにそうしたいのだ。これを。鈴か。きっとフクロウ殿の亡骸からこぼれ落ちたものでしょう。フクロウ殿とあなたは縁が深い。それを備えればまた異なる記憶が見られるやもしれません。備えてみよう。どういった記憶かは分かりません。ですがそれはフクロウ殿が持っていたもの。どうかお気をつけて。狼殿。なん。どうか。ああ。狼殿。まこ、己の牙の使い道は己で決める。そうした顔になったようじゃな。
酒を持ってきた。猿酒か。相も変わらず辛い酒だ。だが、これが懐かしい。よく飲んでいたのか。猿どもの住む谷、そこで忍び修行をしておった。一人か。いや、二人でじゃな。わしらは、はぐれ忍び。まともな死は、もはやおらなんだ。故に、落ちれば死ぬる谷で、ただひたすらに、駆け、飛び、刃を交える。そのような修行を重ねた。じき、猿と変わらぬほどには動けるようになったわ。修行に飽きると、わしはこの猿酒を飲んだ。そして、あやつの泣き虫の指笛を聞いた。泣き虫？変わった指輪があってな。それをはめて、指笛を吹くと、谷に、悲しげな音が響き渡るのじゃ。不思議とわしは、その音が好きでな。よう吹いてもらったものよ。ではな、また。